毎度サブロです。はい、今日は最強ラグナジ来ております。そしてボッコボコにされて今ね、新しいポケモンで、動画撮っております。まあ、この子なら確実にいけるなっていう編成をしてきました。で、ちょっとね、この前の動画ね、あげたマタドガス、もうぶっ刺さらなくてびっくりしましたね。本当に無理です。全然無理。はい、で、ラティアス行っております。さあ、ドラゴンエスパーで、ラスタイプエスパーで、で、ヘドロウェーブしてきたんで隠密マントつけてます。で、技構成守る、自己祭、瞑想、アシストパワーということになっております。はい、で、何回もね、ボコボコにされて分かったんですが、いろんなね、ポケモン出したら、地震も使ってきたし、で、あと、アクアブレイクと、濁流と、ハイドロポンプかな。はい。まあ、貯水もいいかなと思います。貯水で浮いてたらなおよし。本当に、いないかな。はい、めっちゃ強いですね。うん、ボコボコにされて、で、作り直して、まあ、やっぱ、結局、特防高いと、ありかなと思います。はい。まあ、めっちゃ強いんで、まあ、地震もね、結構ワンパンとかされるんで、まあ、浮いてて、特殊受け入れて、で、まあ、アシストパワー積んでという感じですね。で、持ち物は、諸説です。持ち物は、もうちょっと簡易ガラの鈴なのか、まあ、自己さえあるし、いらんかなとか思ったりもして、ちょっと持ち物は、もしかしたら違う方がいいかもしれないんですが、一応、隠密マントつけてます。で、まだ見れてない技とかもあるかもしれないんで、はい、これでね、最強ラグナジ、行ってみたいと思いますんで、それでは、本編、どうぞ。さあ、リベンジのリベンジのリベンジ、よろしくお願いします。本当に、だいぶ考えた。さあ、よろしくお願いいたします。最強ラグナジー、リベンジ編。初手は濁流で決まりですね。さあ、行きましょう。タラバリーね、光の髪貼ってくれたらすごい熱い。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。濁流、あ、 OK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 、 あー、もう全然やな。 OK、 でこれで瞑想、あ、光の壁ナイス。よし、何撃ってくるかな。さあ、アクアブレイク、あー、もう全然全然全然ですね。で、瞑想を、さあ、命を沈めた、ナイス。アクアブレイクとか打ってくんのか。もうこいつな、なんもできないやん、俺に。オッケーオッケーオッケー。瞑想を、6発は打てないでしょ、俺。瞑想。3発積んで、で攻撃していくか。これテラスタル難しいな。まあ、1回消してくるかな。アシストパワー打っていきましょう。さあ、アシストパワーで、さあ、野生のラグナジーはしびれていく。さあ、エネルギー溜まって、こっから特性が消してくるか。まだいけるか。アシストパワー、サッカーブレイク。さあ、これで消してきて、消したので守るしときます。地震は一応怖いんで、アクアブレイク。さあ、こっからは積んでいきましょうか。瞑想を
こっからちょっとしんどいか。まあちょっと自己採も見てという感じですね。オッケーオッケー。さあ自分の悪い効果消していく。で瞑想2発目。さあ特防と特攻を上げていきます。多分ね一回消したらもうこっちのやつ消してくることないよな。さあクブレイク。結構食らうな。怖いなこれが。命の雫してくれてるからな、なんとか勝ってるけど。アクアポンこいつめちゃくちゃやな、二刀流やな。さあ締めて動けない。これで3段階。さあ命の雫ありがとうございます。まあ、これはちょっとな、サーナイトいたらって感じやな。しびれていく。ハラバリーサーナイトがすごくいいね。あくびめちゃくちゃやんこいつ。あくびとか持ってんの。マジで言ってんの。あくび持ってんの。半分で確定で打ってくんのかな、ちょっとわからないですけど。もう一回打つか。瞑想でこれ6段階ですね。さあこれで準備は整いました。一応隠密マントつけてるんで毒になることはないんですが、もしかしたらこれ、ちょっと待てよ、テラスは切れないな。とりあえずアシストパワー。あ、ラジオ寝てる。やばい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 、下ってる下ってる。これで起こしますか。応援で起こしていく。あくびは半分で打ってくるんかな。 OK で、とりあえずアシストパワー、これ6段階上昇ですね。あ、いいダメージ量。さあアクアブレイク。アクアブレイク怖えな。さあこれでエスパーにして6段階上昇を。アクアブレイク怖いな。自己採で時間がちょっと、これあれかな、隠密マントいらんかったかな。さあなぜかヘドロウェーブ打ってこないから。あ、いいね、強っ強っ。あくる耐える。あ、ダクリュウやば、危な危な、当たってたらちょっとやばかったかな。さあアシストパワーで終わりかな。さあこれでどうでしょう。 OK ありがとうございました。まあアシストパワーだな。じゃあ隠密マントはクエスチョンだな。もうこれで決まりだなこれ。さあモンスターボールでゲットしていきましょう。なかなか強いな。OK 何でも、もう二刀流ですね完全に。ポケモン界の二刀流だなこいつ。二刀流ラグラージやな。さあありがとうございます。あ、カラスパニガスパありがとう。え、技マシン、技マシン落ちんの。特製パッチありがとうございます。報酬いいですね。はい、ラグラージ結構ねグダグダでちょっとやばかった。さあ見ていきましょう。はい、
タイプ水地面テラス毒。はい、技構成ですが、地震、ハイドロポンプ、ヘドロウェーブ、アクアブレイクとなっております。特性湿り気なんで、あ、ちょっと待って、防御上げの素早さ下げですね。それで、まあ見ていきます。まあまあちょっと二刀流ということで結構きつかった。ヘドロウェーブ全然打ってこなかったですね。で、地震とアクアブレイクあって、もう冬というか、まあちょっと地震が重いので、ここの対策は必須で、ヘドロウェーブの対策も必須で、水ということで、まさかの特殊物理二刀流で来るとは思いませんでした。はい、最強流しと。いやー強かったなー。防御上げなんで、まあこっちは特殊特攻アタッカーで、かつまあ物理受け、これどっちがいいんかな。攻撃力が高いんで、まあ、両方強いんですよね結局。まあヘドロウェーブ地震はちょっと受けたいなって感じですけど、はあ強かったな。はい、じゃあちょっとラティアス見ていきます。タイプがドラゴンエスパーで、テラスタイプエスパーで、もう落ち物はねちょっと毒が怖かったんで隠密マントでいっております。はい、で技構成が守る、自己祭、瞑想、アシストパワーということになってるんで、まあ、ちょっと味方に触ないといて命の雫してくれてたんで、なんとも言えないんですけど、まあ、あそこはもしあれだったら自己再生でゲージ半分であくび一発してきたんで、まあ、そこは回復の応援でいいのかなと思います。寝ちゃったら回復応援で眠気は解消されます。はい、で努力値の方が特攻特防ぶっぱでやってますね。まあ、冒頭でも言いましたけど、はい、特防上げの攻撃下げ、いやこれはちょっと、テンプレートとは言えないかもしれないです。はい、ちょっと物理結構食らってたんで、最後濁流当たってたら多分負けてたんですよね。ちょっと努力値の振り方がもしかしたら両方振ってもいいかなと、まあ、そんなぶっぱする必要はないかもしれないです。まあクリアできたんでよかったんですけど、はい、最近ラグナージー行ってみました。ま、もう全く考察がぶっ刺さりではなく本当にね90度反対側の考察してて申し訳ありませんでした。はい、それではね最強ラグナージー、行ってみたの動画でした。ここまでね見ていただいてありがとうございます。もしよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画配信でお会いしましょう。お疲れさ、またね。